絞りたてバビージュースここからはスタジオ部員によるコラムのお時間です今日は沖縄子育て環境抜群だったはいあのあんまりね観光とか楽しい沖縄を体験できなかったんだけどちょっとだけ触れ合う時間があったりしたんですよ、はい、でいろいろとあのお話聞いたりするとやっぱりどんな人もちゃんと 地域との関わりを持っていて、例えば青年部とかがあったら、うん、若者もお年寄りも同じ青年部に入って、縦社会がちゃんと地域の中でできてたりとか、その中で子供は子供同士で遊ぶ横のつながりができてたりとかしてて、うん、ああ、これはどのご家庭も、どの人も、一人になることはまずないな、孤立することはまずないなっていうような環境。で、かつ、 お,お子さんがいたら、その人が知り合いの子とか子じゃなくても、大人はむちゃくちゃ遊ぶの。あの、肩車したりとか、すっごい遊んで、あ、もう子供がいるっていうのが普通の環境なんだなーっていうところも素晴らしかったし、うん、あの、お母さんにお話を聞くことがあったんだけど、はあ、もうアパート全体が家族みたいなんだよって言ってて、はあ、で、もちろん挨拶もするし、会話もするし、 で、この間、その自分ところ、自分の息子が野球大会に行くバスに乗り遅れちゃったんだって。<laughs> そしたら、隣のおじさんにコンコンってやって、それで隣のおじさんに送ってもらったって。<laughs> それも子供が一人でトントンって言って送ってもらえる環境。僕 <laughs> 自身が。<laughs> ああだから、そんな環境あったら、いくらでも、なんていうか、一人でも育てられるし、<笑><笑> 若くしても育てられるし、いつでも産みたいと思ったら、産める環境だなっていうのが、素晴らしいなって思ったんです昔はなんか、子供はみんなで育てるものとか、うん、地域で育てるみたいな考え方が強かったって、ね、うん、いろんな時代によってもありますけれども、うん、あんまりすごい大きいコミュニティじゃないからこそ、うん、それが今、叶うんでしょうね、でもなんか 普通のって言ったら失礼だけどこう、一般的に地域のつながりが近いだけっていうよりも特別な雰囲気がすごく感じられたんですよ。で、やっぱりこういろいろと出生率とか見ていくと、はいうん、沖縄ってずっと1位だったりとかして、うんうん、逆にあの北海道とか東京とか 北の寒い地域ってすごい低いんですよ。だから、あの、暖かいから、みんな朗らかなのかな産みやすい環境あるのかなとかってはい、はい。あるでしょうね。ねいうところも、あるのかもしれないんだけど、うん、それにしても、こういう環境があったら、育てやすいよな育てたいと思う人って、南の方行ったらいいんじゃないのかななんて思ったりもしたんです。うん、っていう、面も、実際見たんだけれども、うん、私は、その、 前にね、あのー、今年の初めに NHK で、あの、100分でフェミニズムっていう番組に出させてもらった時に、はい、あのー、共演した沖縄の教授の方からいろいろお話を聞いてたんですよ。はいはい、あのー、 上間洋子さん、琉球大学の教授の方なんですけど、うん、沖縄の、えっと、少女たち、女性たちの支援をしている NPO 法人とかを立ち上げてらっしゃって、本当に日々、あの、例えば、出産間近なんだけど、家がない、うん、えっと、頼る身寄りがないとか、そういう方を保護してらっしゃいとか、うん、だとか出産してすぐなんだけど、 育てる環境がないっていう人たちを保護していらっしゃったりする活動をしていらっしゃる人からお話を聞いていて、やっぱりいろいろと過酷な状況もあることはあるっていうふうに聞いてたんです。女性を取り巻く、例えば暴力だったりだとか、うん、あの、性被害だったりとか、貧乏についての知識だったりとか、えっと、いろいろとそういったものもある場合もあるっていうふうに聞いてたんで、 あの、実際ね、本とか読んでもらったら、うん、その、詳しい状況がわかると思うんだけど。上さんの本ですね。はい。はい、その、上間さんでした、上間さんですね、の本を読んでもらったら、えっと、どうしてそういうふうな状況に陥ってしまうのかっていう、沖縄ならではの特殊な事情っていうのはわかると思うんです。そっちの方読んでもらいたいんだけど、はい、そういうものと、もしかすると、表裏一体なのかしらって、 思っちゃったりした部分が若干あったんです。もちろん,、うん、育てやすい環境があるのはもちろんで、子供が宝だっていう環境があるのはもちろんなんだけど、必ずしも、なんていうのかな、女性の自立だったりとか、女性の人権とか、うん、性と生職にまつわる権利が確実に守られた環境の中で、出産が行われているとは限らないのかな、なんて思っちゃったりすると、 すごく、なんかね、不思議な気持ちになっちゃったりとかしたんですよね。うんそう。で、そういうふうに考えていったときに、今日本は少子化だ、少子化だってすごく問題取り上げられているけど、世界各国、先進国は大体少子化じゃないですか。うん、でいて、あの、しっかりと女性の自立と性と生殖に関するまつわる意識、権利が守られていながら、 たくさん少子化もん,んで少子化問題解決しましょうって、両立できる話なのかなとか、ぼんやり考えてしまったんですよ。うん、だから、この少子化問題、問題って、実際問題であることはありますね。問題、あの、年金問題とか、労働力の不足とか、問題なことは問題なんだけど、 できる限り、それを政治の力で何とかしてもらうのが政治家さんのお仕事なのかななんて思ったりして、そこは政治の力で年金の運用をちゃんとするとか、労働力の問題を対策するとかしていただきながら、こう先進国でありながら、女性の権利を守りながら、あの、出産をするっていうことと、少子化問題に立ち向かう、ボンボンボンも子供を産みましょうっていうことの両立は違うのかななんて思ったりしたよって。う い,ういろんな,こうなんか政府の考え方を見ていると、うん、えそれでこういうこと叶うのって思うこと、よくありますけれども、うん、なんかわれわれがもう、産みたい人が産めて、うん、で、うん あの、出世したい人が出世、社会に出ていきたいと思える女性が社会に出ていけて、うん、子供も育てやすくて、うん、そういったなんか保障もちゃんとしてみたいな時代とか世界を知らないから、うん、どんなとことなんだろうって思いますよね、うんそ。そうなんですよね。だからキャリアも、あの、ちゃんと自分の気持ちも、産みたいって気持ちも守りながら産める環境みたいなことがあれば一番いいんだけど、うん どううなののかかかししららで、うん、できるのかしらとかそうですね、うん、その少子化っていうのを話一括りにして、うん、その、子だくさん、素晴らしいっていうのと、うん、女性の権利っていうのが、別の話だよねっていう感覚は鋭い、すごく鋭いなと思って、うん、確かにそうだなと思いますね。で、うん その一番大事なのは、希望出生率、その子供を産みたいなと思ってる方が産めるっていうことが一番大事で、でもそれが果たしてじゃあ100%になったとして、希望通りに全員産めますってなったとして、それでも産みたい人自体が減ってるから、それでも少子化は止まらない可能性はあるんですよね、だからそれは全く別のレベルの問題で、その産みたいと思ってる人が産める社会にする、それはまず大前提、でその上で少子化で少、少子化自体はもう終わらないことなので、少子化前提の社会設計をする。 っていう、二、うん、段階の話を、両方、あの、頑張ってもらいたいね、っていうことですね。ね設計ですね。はい、年金のためにね、って、はい、いうことじゃないんですよ。はいね、そそれがバラバラの問題であるっていうことを、我々が認識して喋るっていうこと自体もすごい意味あると思います、ね。うん。うん今日は、沖縄、子育て環境、抜群だった。この見てきた情報からね、うん、いろんな話を。はい、絞りたて、バービージュース。このコラムは、ポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひ、チェックしてください。